皆さんこんにちは、ペソでございます。今回もマイルドエスケープさんの脱出ゲームやっていきたいと思います。今回のお部屋はルームナンバー82番、ザ・ハッピーエスケープ4ということですね。久々にサンタさんのご依頼を受けたまわるお部屋となっております。まあタイトルがハッピーエスケープですのでね、ハッピーコインを10枚探すというお部屋ですね。では入ってみましょう。で、そうですね、一回ちょっとぐるっとこんな感じですよって回ってみてからちょっと近づいてみたいと思います。まずこちらですね、数字を入れる。でここから出るんですけどね、まだこのドアを開けるわけにはいかないです。まあ10枚揃ってないですからね。で、キャンドルと書かれた絵、まあガクガク動かせるよと。でこちらですね、鳥さんが、まあ、山なりになってるんですけど、こんな感じでね色を変えていけます。ブルーとかね、グリーンとかイエローとかですね、4色ありますね。でこちらクリスマスツリーがあるんですけど、ここにハッピーコインあるんですけどね、ちょっとまだ手が届かないよと。でこちらですね、窓があって、窓の下に装置みたいなのがありますね。まずこれですね、これはボリューム式ですね。3段階のボリュームなので、ボリュームのヒントをちょっと探してこないといけないですね。で下段は箱が並んでて動かせます。で1枚目のハッピーコインゲットですね。でダイヤの8と書いてありますので、これもメモしておきます。でこれはネジで固定されてるということで、ドライバー探してこないとダメですね。でここは暗くて見えないと。じゃあこちら暖炉の左側見ますね。箱が1個ありますね、ロックされてる。これもロックされてる。でここはメリークリスマス書いてあって、ピンがはめられてますね。で、玉の上から見回りでクリスマスケーキって書いてあるんですね。クリスマスケーキと。では暖炉見ましょう。暖炉の下は、まあ、今火が燃えてますよと。で上段、CADLEN と書いたろうそくがありますね。で写真立てもこれもドライバーがあれば撮れそうですね。でカバさん調べると口の中にハッピーコインがあるんで、これで2枚目。でここにちっちゃい箱があるのでゲットしときます。もうここの果物のところは用事が終わりました。でベッドですね、上側は何もなくて、下を調べるとここにプレートがありますので、これはちょっと後ほどにしましょうか。こちら目見てからにしましょう。はい、窓と、で雪だるまのねシールが貼られてるということなんですけど、これ先ほどありましたね、雪だるまの、ケースのヒントになります。ボリューム3段階でしたので、上段上段下段中段下段上段となります。これを後ほどやりましょう。で真ん中ですね、リースが3つあって、ケーキの上にハッピーコインありますね。でこんな感じで動かせるんですね。じゃあ分かったところでこれをやっていきましょう。上段上段下段中段下段上段。はい、開きましたけどね、雪だるまが凍ってて鍵が取れないと出てますね。じゃあ何ができるかというと、次ここですね、先ほどのプレートはめてあげましょう。じゃあ ESM と出ました。 ESM 要するにリースを、くるくる回して、鈴の位置を合わせてあげる順番ですね。なのでこ一番左がこれ、真ん中がここで、右がここですね。じゃあ早速リースを変えていきましょう。こんな感じですね。蓋が開いて、ケーキの上のハッピーコインゲット3枚目ですね。でくるっと回ってみると雪だるまが溶けてるので鍵をゲットします。でクラブの鍵はここじゃなくてここですね。はい、ナイフ。じ
じゃあナイフが出てきたので、先ほどのちっちゃい箱の紐を切ってあげましょう。ではマッチ、まだなんか入ってましたね。コインで、もう一個なんか入ってないかなって見るとスペードの6が出てきました。これでダイヤの8とスペードの6と、あとそしたら2つですね、ハートとクラブの数字が出てくるかなと思います。でナイフもうちょっと調べてあげると、ここがペコッと開いてちっちゃい磁石が入ってますので、これも後ほど使うことになります。じゃあマッチ手に入れたのでろうそくつけてあげましょう。よいしょ、こんな感じですね。で他なんかできないかなと思って探してると、ろうそくが色を、火の色がですね変化するんですね。赤、緑、黄色、ちょっとクリックポイント難しいですけどね、黄色、青、グリーンということで、山なりになってるところの色合わせというとここですね。なので色を変えてあげます。一番ここ赤でしたね。でグリーン、黄色、黄色、青、グリーン、はい、5枚目のハッピーコインで、ドライバー出てきましたね。じゃあドライバーでまずここの写真立ての1枚取ることにしましょう。はい、6枚目のハッピーコインで、クラブ7って出てきましたので、これも控えときます。残り1個ですね。でもう1個ですね、ここもビス外せるので長い棒をゲットしときます。で板の裏調べるとスペードのキー出てきます。でスペードのキーはここですね。はい、プレゼント袋でスコップですね。あ、ちょうど火が消えてしまいましたね、ごめんなさい、また噛んじゃいましたけど。なのでスコップを避けてあげます。 KSC と書かれてハッピーコイン、ハッピーコイン熱くて触れないよということなんで、スコップですくっときます。まだ取れないですね。で KSC、 そうですね、ここですね。今度はリースを K と S と C の位置に合わせてあげます。左がここですね、鈴の位置で、真ん中は先と変わらないですね。で今度は右側のリースは下ということになりますね。K で S はここですね。で C は一番下。じゃあケーキのあれがにょこっと持ち上がって、ここに丸の鍵があります。でもう一個ちょっと気になるとこありましたよね、ここですね。で丸のキーで開けてあげます。で押すと色がつくんですね。ろうそくの時の色と同じですね。そう、今度はろうそくの絵の描かれている絵を動かす形になります。要するに黄色が左上触りますよ、青が左下触りますよ、赤が右上触りますよ、緑が右下触りますよということですね。それをキャンドルの順番で触っていく形になります。なので C、 あ、もう一回ロスク見ましょうか。よいしょ、 C は要するに緑なので、右下から触るということですね。で A は赤色なので右上を触る。でキャンドルなんで N ですね。で緑なんでまた右下触るという順番になります。これを踏まえて触っていきます。まず C、 緑なので右下で、 A、赤なので右上で、 N は、緑なので右下で、 D は黄色でしたね、左上で、 L は青色だったので左下で、 E も黄色だったので左上となります。おら、もう一回やりましょうか、ごめんなさいね。キャンでドで、 E はイエローですよね、
あ、来ましたね。あ、びっくりした。で、7枚目のハッピーコイン。で、懐中電灯を手に入れたので、隙間見てみましょう。ハートがまだわかんないですよね。で、これが取れないから苦労するよということです。で、まだこの熱いハッピーコインあったので、あの先ほどの雪だるまで溶かせないかなと思ってみると、もう溶けちゃってるんですよね。で、蓋開けてあげると、あ、ハートの3がここにあるよと。で、この水にハッピーコインつけてあげます。はい、これで8枚目ですね。で、ついでにハートも分かったので、ここを覗きます。で、数字を当てはめていきます。ダイヤが8、スペード6、ハート3、で、クラブが7。要するに 86×37 っていうのが計算になります。答えは3182ですね。で、4つの数字分かったので、ここで、はい、開きました。フックが入ってましたね。で、棒、そうですね、なんかセットできそうだいうことだったんで、フックつけてあげて、で、フックだけだとおそらくコインは取れませんね。なので、ここに引っ付けるための磁石つけてあげます。で、これで9枚目のハッピーコイン、ラスト1枚ですね。そうですね、ここですね、棒で取ってあげます。はい、これで10枚揃ったので、そのままハートの鍵ありませんので脱出できます。ちょっと難しい面ですよね、難易度は。そうですね、 B のもう上位クラスですね。まあ A ランクとはまではいかないですけどね、ちょっとあるアクションを起こしてからしばらくね、ぐるぐる回るという操作が必要になる面でしたね。例えばろうそくつけてからぐるぐる回る、雪だるまのケース開けてからぐるぐる回るっていう感じでね、時間を置いてからアイテムゲットとかね、ヒントが、次のヒントが生まれるとかね、そういうのが多いステージだったと思います。で、今回のご褒美は3つの箱、これがサンタさんからのクリスマスプレゼントという形になります。では左チョイスしますので、真ん中と右側またプレイしてみて内容を確認してみてくださいね。じゃあ左開けます。お、サンタさんのハッピーコインということですね。今回私へのプレゼントはこのサンタさんのハッピーコインでした。メリークリスマストゥーユーということで、ではですね、今回のルームナンバー82番、ザ・ハッピー・エスケープ4実況解説、ここまでにさせていただきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。では皆さん、さよなら。